金山駅、愛知県。金山駅は、愛知県名古屋市厚田区、中区にある、名古屋鉄道、名鉄、東海旅客鉄道、JR 東海、名古屋市交通局、名古屋市営地下鉄の駅である。名鉄の名古屋本線、JR 東海の中央本線と東海道本線、名古屋市交通局、名古屋市営地下鉄の名城線及び南名線の、 合計三車局五路線が乗り入れており、名古屋駅に次ぐターミナル駅として機能しており、東京における品川駅、大阪における天王寺駅と同じように大都市の南の玄関口という位置づけである。駅の北口から南口のビル、広場と中央のコンコースは名古屋市が建設、保有し全体を金山総合駅と称している。当駅は 総合駅として一括した形で、第一回中部の駅百0線に認定されている。地上一階に線路を南北にまたぐ、公共通路があり、通路を挟んで西側に、JR の駅舎、東側に、名鉄の駅舎が配されている。名鉄と JR のホームは掘り割りにあり、北側から、JR 中央本線、名鉄名古屋本線とよはし方面、名鉄名古屋本線岐阜方面、 JR 東海道本線の順に4本の島式ホームがあり、JR2 路線の駅の間に名鉄の駅が挟まれる独特な構造となっている。駅舎及びコンコースは線路上に設けられた人工地盤の上に設置されている。地下鉄金山駅はこれらの北側地下に位置し、公共通路とエスカレーターで結ばれている。JR の駅の所属線区は歴史的経緯により、 中央本線となっている。また、特定特市内制度における、名古屋市内エリアに属している。地下鉄の駅には、名城線として M01、名港線として E01 の駅番号が与えられている。なお、JR 東海で発見される、東駅発着の切符には、根室本線の金山駅と区別するため、中金山と記される。当駅は、東海道本線と、 中央本線が枝分かれする位置に存在するが、両線には長らく駅がなく、最初に付近へ鉄道駅を設置したのは名古屋鉄道であった。1944年、昭和19年に名古屋鉄道の豊橋線と明機線とを結ぶ東西連絡線が開通し、その中間駅として、現、金山駅から南東へ約300メートルの位置に金山駅、 初代が開業した。開業当初は、東駅を境に、河川電圧が異なり折り返し運転となっていて、名鉄線同士の乗り換え駅であった。1945年、昭和20年には、駅名が、金山橋へと改称され、1948年、昭和23年からは、西武線が1500ボルトに昇圧されたことで、東西直通運転が開始された。 完全な一中間駅となって、当駅を理解し列車はなくなったが、基本的にすべての営業列車が停車する駅となった。駅舎は東側のみにあり、ホームとの間は踏切で結ばれていた。当時からホーム2面に温泉を有する対比可能駅だったが、高密度運行区間のため対比に用いられることは少なくホームの左右を使った。 交互発着で停車時分を確保する目的で使われることもあった。後日する総合駅構想により、後年には中央本線と名古屋市へ地下鉄2号線に金山駅が開業したが、金山橋駅からは距離があり、金山橋駅と国鉄及び地下鉄金山駅とを乗り継ぐ利用客は金山橋、中央本線をまたぐ、古線橋と大津通を渡って乗り換えていた。 また、構想によって金山橋駅は、駅移転が決定事項となったため、移転直前まで大幅なリニューアルなどは施されず、旧体依然とした設備で営業を続けていた。名古屋市は、戦災復興計画において、金山を福都心と位置づけ、国鉄、地下鉄の新駅及び金山橋駅の移転による、総合駅構想が提示された。1947年、 昭和22年3月に開催された鉄道復興計画委員会では以下4点は決議されている。この決議に従って中央本線では付近の複線化、高架化に合わせて金山駅の廃線計画が1958年昭和33年8月に決定し、1962年昭和37年に開業した。 名古屋市交通局も1967年、昭和42年に地下鉄2号線、現、名城線を金山駅まで延伸した。一方、東海道本線は、名鉄と共に1970年、昭和45年頃より、用地確保に乗り出したが、当初予定された2面4線分の用地が確保、できなかった。協議の結果、1972年、 昭和四十七年三月には、東海道本線を一面二線、将来的に二面三線化される可能性を含む、名鉄を二面四線とすることが、最終決定されたが、建設費用などが問題となり、工事は停滞した。その後、九百八十九年、平成元年に開催が決定された、世界デザイン博覧会が転機となって、総合駅構想が再び具体化し、 名古屋市、JR 東海、国鉄線を継承、名鉄の三社で協定が結ばれた。南北連絡通路の整備や地下鉄との一体整備、エスカレーター等出口の新設、JR 東海道線ホームの新設、名鉄金山橋駅の移転といった工事が進められ、デザイン博開催を控えた1989年、平成元年7月9日に、金山総合駅となった。なお、 名鉄は、この改良と、同時期に、神宮前金山間の複々線化工事にも、着手しており、総合駅完成後の同年10月12日に着工、翌1990年、平成2年4月1日に複々線化工事が、完了した。1999年、平成11年6月に設置された、中部国際空港アクセス利便性。 工場対策協議会では、金山駅を名古屋都市圏アクセス拠点と位置づけ、空港開業に向けた整備に取り組むことになった。また、同時期に万博、愛、地球博が開催されることも決定しており、交通拠点の改良は急務であった。名鉄では2004年、平成16年に、東口、西口及び JR、名鉄乗り換え口を新設し、 乗り換え利用の利便性向上を図った。また、2005年、平成17年1月には、神宮前方面の渡り線を、配線変更し、豊橋、空港間の特急運行に備えた。JR の特急、品野は1989年の世界デザイン博覧開催期間中を除き、当駅を通過していたが、中部国際空港の開港に合わせて、 長野方面と同空港のアクセスを図るため、2005年3月1日のダイヤ改正から、名古屋方面、上り、長野方面、下りとも、各一本が停車するようになった。2007年3月18日からは加えて、夕方の長野方面行き3本、品野21.2325号も停車しているが、名古屋方面行きは1日1本、品野2号のみ停車する。 島式ホーム2面4線、有効長は19メートル車10両分を有する地上駅である。駅番号は NH34。名鉄の駅のみ、厚田区に位置している。駅舎は公共通路を挟んで東島と西島に分かれており、改札口は東島に東改札口、金山橋側。この改札口のみ、終日無人と中央改札口。 西島に西改札口と JR 乗り換え改札口の計4つが設置されている。西東コンコースにはホームと連絡するエレベーターがある。このコンコースには全日本空輸 ANA の自動チェックイン機が中部国際空港開港の2005年より設置されていたが2008年に撤去された。また、ミューチケット券売機は設置後わずか数ヶ月で同駅に。 移設されたが、2005年9月に JR 乗り換え口から移設され改めて設置された。ほか、同時に東東コンコースにも設置された。一部の案内表示の表記には、従来の日本語、英語に加えて朝鮮語、中国語、ポルトガル語、ブラジルポルトガル語などを追加した。ホームには、冷暖房完備の待合室を設置、発車案内表示機とミュース会、快速特急、 特急の号車案内表示器は、英語表示が可能な LED 式に更新された。上下それぞれ2線ずつ設けられた線形となっているが、当駅で退避、追い越しを行う列車は、土休日の朝1本、793列、深夜1本、2395列の計2本しかない。また、中部国際空港の開港に伴い、豊橋駅発着の中部国際空港駅への、 乗り入れ列車の折り返しを行うために、神宮前方に福々線にまたがる渡り線を増設したが、この渡り線を使用する営業列車は2011年3月のダイヤ改正以降は存在しない。金山美は島分岐転換に回避線がなく列車の増発が難しいため、平日朝に限り3番線から当駅で分割しとこなめ線、名古屋本線に向かう普通列車が存在する。 さや7時28分発普通とこなめ行き、助口名古屋間は、準急、先頭の4両が、とこなめ行き、後方の4両が、東岡崎行き。改札口にある、発車表は、岐阜、津島方面、犬山、蟹方面、中部国際空港、河和方面、豊橋、西尾方面の4つに分かれて表示される。方向別に完全に分離されている。 神宮前駅と同様、名古屋本線と四橋方面発着の列車が1.4番線、床滑線発着の列車が2.3番線を使用することがほとんどである。東海道本線と中央本線で、それぞれ島式ホームを1面2線ずつ、計2面4線を有する地上駅。中央本線の信号場、小たり信号場を移設、格上げしたものである。 東海道本線のホームは1989年に設置されたが、それまで東海道本線厚田駅名古屋駅の間には駅がなかった。また東海道本線にホームが設置されるまでは中央本線の快速も通過していた。現在は東海道本線は特別快速以下の列車、中央本線はホームライナー、快速、普通と一部の特急、 品野が停車する。東海道本線と中央本線の乗り換えには、名鉄名古屋本線をまたぐ通路を通る必要がある。改札口は、中央本線ホーム側と、通路中央の名鉄乗り換え改札口の2カ所である。直営駅、駅長、駅員配置駅で、管理駅でもあり、厚田駅及び、鶴舞駅を管理する。JR 全線切符売り場と、 JR 東海ズアーズ、金山支店が隣接している。JR 改札口付近、並びに、東海道線ホーム、中央線ホームの3カ所にそれぞれ自動体外式場、再動機、AED が設置されている。また、バリアフリー用エレベーター、エスカレーターが整備されていい。東海道本線のホームは設置当初、竹戸予選直通列車が、 上降口にステップを設置していた軌道車で運行されていたため、高さが 920mm とされていたが、同列車がステップを配した、キハ75型に統一さた1999年に 1100mm へ、かさ上げされている。東海道本線のホームは、名鉄のホームより南側に設置されており、厚田区になる。なお、東海道本線の駅設置に伴い、 中央本線との乗り換え駅は、名古屋駅から、金山駅に変更された。その結果、東海道新幹線の三河安城駅伊東、東京駅方面と、中央本線の列車を名古屋駅で乗り継ぐ場合、東海道本線、在来線の厚田駅伊東と、中央本線の各駅を、金山駅を通過する列車を利用して、名古屋駅で乗り継ぐ場合には、 金山駅名古屋駅の間が区間外乗車の適用対象となり、同区間を除外して運賃を計算する。ただし、名古屋駅では途中下車ができず、途中下車の場合には、同区間の往復運賃が必要となる。JR 東海ではこの区間外乗車の実例として、東海道新幹線と中央本線を利用した東京駅多治見駅での運賃計算を図例で紹介している。 東海道本線は、平日夕方のラッシュ時には、大垣方面へ、東駅始発の快速列車の設定が数本、存在する。東駅には、引上げ線や渡り線がないため、車両は、留置先の厚田駅などから改装される。ホームの有効長は、中央本線が21メートル車12両対応、東海道本線が20メートル車11両対応。 同線ホーム設置当時に停車した最長編成である大垣夜行の編成長と同じとなっている。階段付近は非常に狭い階段の壁と電車の乗車位置までが国の最低基準である1.5メートルほどしかないため2012年10月24日より1番線及び3番線の階段付近8から14メートルを校舎優先エリアとしている。 特段大きな事故は発生していなかったが、2012年7月に電車との接触事故があったため、かねてから危険性を認識していた、当時の JR 東海社長、山田圭信により設置が決められた。設置当初は警備員が配備され、そのルールが徹底された。なお、校舎優先エリア部分など、非常に狭い部分には転落検知マットも設置されている。 2018年1月31日より、東海道本線3番ホーム最後尾、8両目部分に、可動式ホーム作、以下ホームドアの試作機1台が設置され、実証実験が開始された。同年秋まで実施される。実証実験は、近い将来同駅と仮屋駅に設置するために行われている。ホームドアは、JR 東海と三菱電機との共同開発で、 高さ1.3メートル、全体で、幅約9.2メートル、内開口幅は、最大4メートル強ある。車両の形式、種類ごとの違いにも対応できるようになっており、車両入車時にはセンサーで、ドアが自動で開き、発車時には、車掌がボタン操作でドアを閉める仕組みになっている。開発費は7000万円で、設置に伴うホームの補強に5000万円が合わせて、投じられている。 中央本線一番ホーム、田地見、中津川方面に重量編成の列車が来た場合、一両目は列車とホームとの隙間がかなり開くため、足元に注意する、要換気ステッカーが貼られている。名古屋市営地下鉄の駅では、唯一の同一場所に島式ホーム2メ4線を有する地下駅となっており、外側2線が名城線、内側2線が名港線となっている。 名港線の各駅と名城線の荒玉橋、矢後と方面とを最短時間で行き来する場合、当駅で乗り換えとなる。東別院方には、早朝、夜間の名古屋港方面行き、折り返し運転用の引き乗線が一本ある。荒玉橋、名古屋港側は4本の単線シールドトンネルによる立体交差となっている。改札口は南、中、北の3つ。 出入り口は公共通路へのエスカレーターエレベーターと、それ以外に地上との出入り口が6カ所ある。また、名古屋市民会館、愛称、日本特殊東京市民会館への地下連通路がある。また、中改札口の改札内には、日本の公営地下鉄としては、比較的珍しいドトールコーヒーの店舗が設置されている。 名城線南部駅、つとむく金山間区駅が管轄する駅であり、明音通駅から矢場町駅までの各駅、上前津駅を除くと名港線の全駅、名古屋港駅を除くを管理している。当駅を通る計画中の路線として、金山線があるが、事業化のめどは立っていない。右回り方面への線路は名港線からの線路が分岐器なしで接続しており、 当駅を発車後に引き上げ線を分けた後、新玉橋方面からの線路が合流する形になっている。逆は、新玉橋方面への線路から名港の線路が分岐し、引き上げ線に合流。使用されることはないが2番ホームから右回り方面へ発車することも可能である。行き先記述は、駅案内表示による。金山駅の総合駅化によって、利便性が向上したため、 1989年、平成元年から1993年、平成5年にかけて JR、名鉄、地下鉄ともに利用者が急増した。以降はほぼ横ばいで推移したが、名鉄は1993年、平成5年以降一時的に減少に転じた。これは、同年に実現した上、お台駅経由の犬山線、鶴舞線総合乗り入れによる、 交通流動の変化が影響したと考えられる。名鉄交通広告の公式サイトによると、JR、名鉄、地下鉄を含めた、金山総合駅全体の利用者数は、2010年、現在1日平均39万6038人で、ある。名古屋市統計年間によると、JR、名鉄、地下鉄を含めた、 金山総合駅全体の乗降客数は2013年現在1日平均43万298人である。以下、出店の関係から乗降人員と乗車人員が混在しているため、比較の際は注意を要する。 名鉄120年、近20年の歩みによると2013年度当時の1日平均乗降人員は156,516人であり、この値は名鉄全駅275駅中2くらい、名古屋本線60駅中2くらいであった。 名古屋鉄道100年市によると1992年度当時の1日平均乗降人員は139,989人であり、この値は、岐阜市内線金逸運賃区間内各駅、岐阜市内線、田上線、美濃町線鉄名町駅こと塚駅間を除く、名鉄駅342駅中にくらい、名古屋本線61駅中にくらいであった。 名鉄1983によると、1981年度当時の金山橋駅の1日平均乗降人員は85,311人であり、この値は名鉄全駅中2位であった。創立70周年記念今日と明日の名鉄によると、1960年度当時の金山橋駅の1日平均乗降人員は46,631人であり、 1963年度の値は6万175人であった。2017年度の1日の平均乗車人員は6万9010人である。これは JR 東海の駅では名古屋駅、東京駅、新大阪駅に次いで第4位東京駅と新大阪駅は東海道新幹線のみの数字である。交通局事業概要。 平成28年度によると2015年度当時の1日平均乗車人員は79,350人であり、この値は、名城線では、堺駅に次いで2位、名港線では1位、地下鉄全駅では、名古屋駅1位が加わるため3位である。名古屋市東計年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通り推移している。 金山総合駅として整備されたことにより、駅周辺の事業用地、商業地としての価値が上昇し、施設の立地や集積に伴う建物の構想化が進行している。国土交通省による調査では、当駅周辺を中高層の店舗兼事務所が林立する商業地区と評している。北口側には金山バスターミナル複合商業施設、アスナル金山があり、 新設された南口側には、駅前再開発事業で1999年4月に開業した金山南ビルがある。金山南ビルには、ANA クラウンプラザホテルグランコート名古屋、名古屋ボストン美術館などが入居する。南口は広場になっており、土日祝日などには、ストリートミュージシャンなどによるライブやバザー等のイベントが頻繁に行われている。マナコ導入後は、 金山駅構内も含め多くの飲食店などでマナコが使用できるようになっている。一方、名鉄金山橋駅が廃止されたことで、波寄町、金山橋駅前付近の商店街は衰退し、地価が比較的安価なこともあって、現在は商業地から住宅地へと土地利用が変化しつつある。駅北、アスナル金山側にバスターミナルがあり、昭和区、中川区、 水北、港区方面などへのバスが多数発着している。なお、金山総合駅の完成前は、名鉄の駅名と同じ、金山橋という名称だ。路線は、名古屋市営バスが中心で、一部他社の路線も、設定されている。6.78番乗り場は、アスナル金山の1階にあり、ご基礎文書が関係する、主担当、または、副担当路線のみが使用している。 校舎所は、金山総合駅北口より少し東へ歩いた場所に、ある。三菱 UFJ 銀行金山支店前、セブンイレブン名古屋金山駅西店前、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。